はい、皆さんこんにちは。どうも局長の大内でございます。局員の F 局員でございます。局員の F 局員っておかしい。まあまあまあね、 F 局員でございます。どうぞよろしくお願いします。ね、はい、F でございます。さあ、ステップン談義とねして第14回と始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあ今日ねペラリとまためくっていきましょうね。本日の予定、はい、はい、ドドンドドンと、また同じものが。はい、ステップに関してはやっぱり前回同様ネタ枯渇でございます。そうですね、まあ、はい、その中でもね、はい、いろいろ、ね、簡単にね、うん、いつも通り、まあ、ステップ定時報告みたいな感じです。そうですね、定時報告は大事ですよ、はい、観察してることで見えてくることもありますからね。はい、はい、直近のウォーキング単価でございます。はい、上からイーサ国、うん、サル国ですね。うん、はい、3ドル後半、まあ3ドル台から4ドルにたまに乗るって感じですね。そうですね、はい。はい、一時期はね、あの月歩けば100万円あったんですけども、100万円はなくなっております。まあまあ。はい、5ドルあったら100万円ぐらいですけどね。そうですね。はい。で、B 国と S 国に関しては、まあ、ほぼ値段変わらずになってきたんですけども、うん、まだやや B 国が上。うん、そうですね。はい。うん、はい、まあ、1日、まあ、50GST の靴だと500円。ワンコインの状態。うん。これ、B 国歩いてる人どれだけいるんですかね。わかんないです。なんか、あのね、うん、あの、値段がね、まあ、3ドルから下に落ちてないので、うん、まだ靴がまあ作られてないんですよね。うん、始まってからまだ10日ぐらい、ね、うん、まあ、そのうちまあどんどん強い靴ができてくるので、うん、それがまあ GST をまあ下げ圧していくので、うん、それに対して人が入ってこなければあの GST はコツ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 とまあ徐々にですけど落ちていっちゃうみたいな、うん、まあ、そういうことになりますね。はい、はい、まあ落ち方ですね、問題は。ね、落ちるのはもう必然なので、うん、はい、はい、続いて、はい、で、前回からやってる猿靴の回収状況を考察ということで、うん、まあ、7月18日に開国して今7月の26日でございます。うん、うん、そうですね、26日でございます。はい、でこれがまああの4ドルから 3.697 ドルに、まあ、8% 落ちるというまあ大前提になった、うん、なっ状態なんですけども、うん、まあ、そろそろこう靴の育成が終わり始める。そうですね、レベル19、ね、うんうん、いよいよ、はい、で7月の26日からいよいよ回収、うん、もう急いでる人はもうやっとレベル19になったらやっと回収入れるわっていう状況が、うん、まあ、27、28あたりから始まる。なるほどね。はい、このあたりから、GST の下げ圧が若干加速するはずなんですよ。そうですね、うん、はい、ここからですね、まあ、早い人だとブーストかましちゃってあのもう GST 回収始まってるとは思うんですけど、うん、ブースト費用どうやって回収するんでしょうね。いやーブーストしたらもうちょっとアウトですね。はい、で前回からちょっと追加、一番右側の日数っていうのを追加したんですけど、いや日数ありますね。はい、はい、これはその日の収益かける日数で回収残がゼロになる。あ、なるほどね。はいはい、はい、つまりこれはこの累計、累計じゃない、収益、収益の方か、収益の方で、はい、11,998円を、うん、まあ毎日 GST 歩いて37日かければ438,000円回収できます。うんね、まあ、そんなことはないけども、はい、そういうことで、ね、はい、で翌日前の 8.5% 下がってるので、うん、回収日数がまあ徐々に増えていくという。そうですね、どん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 増えていきますね。たったの、はい、たった1週間も経たないうちに51まで増えちゃうと、はい、うん、まあまあまあマイナス 8% 下げっていうのはまあないと思いますよ。あの靴のレベルとその、うん、要は B 国崩れみたいなことが起こってないので、うん、普通なので、はい、なだらか、マイナス 8.5 はないと、マイナ 5% とか 6% ぐらいで済むんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、悪くないんじゃないですか、猿国。猿国、実はもう最初にやっときゃよかったかって。いや、それはない。それはないか。うん、まあ、なんか。あくまで、基本的には損するゲームなので。うん、
あの人がわんさかわんさか増えてると得するんですけど、うん、人がわんさか増えてないっていう状態だと全員損するんで、うんうん、はい、そこはまああのゲームのプレイの仕方云々ではなくって、うん、そういうもんだっていう感じですね、うんうん、そうですね。まあまあ、たまたま、その、うまく靴1個買って売ったったら、ちょっと 1.75 倍の利益出たぜとかっていう、まあ、レアケースは別です。うん。はい、はい。はい。まあ、普通にやって、普通にや、あの、歩いて、普通に、まあ、やってる分には、まあ、損するっていうのは、人が増えないだっけ。うん。そうですね。それもしょうがないから。はい。はい。はい。ここからのコーナー、はい、B 国で撤退、S 国移動の遷移というコーナーに入っていきたいと思います。はい、パチ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 。あ、これシャープ13じゃなくて14です。ね、14ですね。はい、ちょっと後で訂正しておきましょう。はい。実はこの B 国撤退ってね、コーナーと言いますけど、これ実は私、局長のお話なんですよね。はい。私、実は B 国を撤退いたしました。卒業と言ってもいいかもしれません。完全撤退なんです。そうですよ。もう私と B 国はもう何も入ってません。あと、あの、ステップ開くと、あの、靴の空っぽのマークにプラスっていうね、いう状態が出てる。要は、イーサー、サル国で。そう、そんな感じになってます。ね、こちらのね、ちょっとね、私がそんなことに至ったっていうお話もね、ありますので、ちょっと、スライド、はい、別のスライドでね、やっていきたいと思います。真意とは、ドドンと。さらば B 国ってね、局長おうちが S 国に完全移動した話。はい小話ですよ、はい、やっておきたいと思いますので、小話なんですか。小話でございますよ。はい。さら、ちょっと待ってください。さらば B 国、うん、さらば B 国、局長内が S 国に完全移動した話、うん、話です。はい、分かりました。はい、はい、でこれはもう、B 国の靴をゼロにして、うん、S 国オンリーにしたって話。そうです、はい、別にあの A 国ね、E 国に行ったわけではないです。 あくまで S 国、完全 S のみと。 S のみでございます。 S になった E もないと。猿なんて関係ない、はいはい、ね、実は私日々ね悩んでたんですよ。 B 国と S 国なんかあって、はい、めんどくさいと。あ、確かにめんどくさい。めんどくさいですよね。でその時ね、配分としてあの B 国と、ね、S 国でこんな感じでエネルギーがあったわけですよ。はい、うん、そんで B 国はなるべく使い切って、 S はもう余裕があるっていうか、なんかちょっとお出かけした時ぐらいというかね、うん、こっちを使い切っちゃってまだもうちょっと散歩してるかなって時にまあやるって感じでやってたんですけど、はいはい、余ってて、もう正直もうどっちかに片方にしたいなと思ってたわけですよ。なるほど。あのね、それね、はい、うん、私も実はちょっと思ってんですよ。思ってます？やっぱり？うん、あのまあ時間配分がちょっとやっぱりエナジーが余るっていうのがあんまりこう、うん、精神衛生上あんまり良くない。そうですよね。なんかいいっちゃいいんだけど、なんか、うん、ちょっとね、うん、余るのがね、なんか、で朝から雨降って今日一日歩く時間ほぼ取れないなとか言うと、うん、エナジーそう余りなんですよ。余っちゃうとね、うん、だからその辺をね、もうちょっとこうエナジーをぎゅっとこう凝縮して、うん、まあ45分とか50分に凝縮するのありかなと思うんです、うんうん、そうなった方がいいかなと思う。朝1時間夕方1時間じゃなくて、まあ、45分で90分あるって、うん、そう、まあ、やっぱちょっと長いな。ちょっと厳しい。これ使い切るのね、厳しい。まあ単価が高いうちは嬉しいんですけど、単価がこう安くなってくると、その歩く時間がこう健康とかうんたらっていうよりメンタル的に負荷がなってくる。そうなんですよね。はい、んでまあ当然 B 国の方が高かったから B 国メインでやってたわけですよ。これまで頑張って B 国で歩いてた理由ね、うん、ね、はい、だけどその差がこうちょっとこう表になってますけど、これ7月2日の頃はもう B 国の方が倍ぐらいあったわけですよ。 S 国の値段がね、はい、うん、それがあれよあれよとこうこの7月の間だけでも下がってって、一時期もう3割ぐらい割ってたんですよね。もう 2、3割ぐらいね。で自分が気づいたのは、あれですよね、合流期が完全にもう来てるっていうことですね。そうね、この辺でE国が開国しましてっていうので、もうああもうほぼ一緒になってきたなとね、戻ってきたと。なんだらもう 2、3割ぐらいだったらもう安い S 国の靴
B と S で言ったらやっぱりまだ S の方が安いじゃないですか、何もかも、はい、うん、だったらもうそっちにした方が効率よくないって、集中した方がっていうことで、私はね B 国の靴をガンガン売って、B 国、ね、S 国のいい靴に、ね、するっていうことをやりました。この時の鉄則としては追加入金は絶対しないってね。なんか入金して始めたらおかしくなっちゃうからね。あのね、追加入金はね、伸びてる時以外やっちゃダメなんですよ。いや、追加入金だけじゃなくて購入もそうですね。だって今日買うより1週間後買った方が安いんですよ。そう。絶対。常に靴とかジェムとかもみんなすべて、GST も含めてすべては今が最高値っていう気持ちでいた方がいいですね。まあ、はい、なので、あくまで B 国の売った金だけでやるって。で、S 国とはいえ、さすがに言える。そういうことね。売った金だけでやる。でやるってね。はい、んで、さすがにね、レア靴とかレベル4のキジェムまで行くとさすがに高すぎて、B 国売っただけではもういかなかったんで。S 国といえどもそこまで安くないと。そこまでは安くない。要は、舐めんなよぐらいの価格だった。なんで、アンコモンでキジェムをもう3つぐらいつけられるようなやつとかだ。キジェムレベル3ってもうレベル4ってキジェムレベル3つ以上よりもっと高いですからね、すごい高いので、まあそんなのでこの辺のバランスで考えてね、どれくらい稼げるかはね、はい、ステップンガイドっていうサイトさんがあるんで、そこで目星をつけるとね、はい、でそこで見つけたのが、この新調したのが S 国のメイン靴でございますってね、まあこんな感じで、やると、まあ、175ぐらい稼げるよみたいなのがね、出てきたんで、ああ、これなら、ね。11エナジーでだいたい100、780稼げるって。そうそうそう、ね、はい。これね、実際歩いてみるとね、ここが、から15か10ぐらいはずれたのが、実際の数値って感じはしますけどね、私は。ジェム入れると結構、ブレますよね。ね、ブレたりしますので。ただまあ、レシリエンスがね、ジェム入れた時にどう発現するのかっていう計算式が分かんないんですよ。なんかそこら辺がね、まあ、このサイトがどう計算してるか分かんないけど、まあ、そういうのをちょっと下がるの現実みたいな感じで見れば、大体間違ってないかなって感じです。なる。はい。こんな感じで、まあ、もともと B 国で、S 国で合わせてて、こんな感じで、まあ、S 国、SGST で言えば152程度稼げてたんですよ、自分は。1日。ああ、なるほどね。でも、これの新しい靴に集中してやったら、そっちの方が高くなったんで。ああ、なるほど。だから差が2、3割。20ぐらい高くなったってことですね。まあ、そうぐらいになりますかね、1日でね。実質ね。実質ね。これが2、3割ぐらいの差だったら、集中の方が儲かるなっていう話が、まあ、実際やってみて出たよってお話ですね。なるほど。それでまだ金も余ってたから、あんこもさらにちょっと増やして、15足にしてにゃにゃにゃっと85分歩けるようにしたんですけど、合計ね85分も長いしもうね、ここまで来るとね、使い切るかどうかっていうのは微妙なんだけど、要は切り替えがないだけで結構楽なんですよ。要は意識がね、集中できますよね。そう、もうちゃんと動いてんなと思ったら、あとポッケに入れて、あと普通に散歩してりゃいいだけなんで、はいはい、まあ、一気にこれは歩かないんで、朝晩と分けますけどね。はいはい、2回でね、40分、40分ずつぐらい、ね、そうすると、もうほぼマックスっていうか、300近いぐらいいけるんで。歩ける上限、ちゃんと歩けるってこと、ね、そう、ね、歩ける GST 上限、ちゃんと歩ける。そう、まあ、そんで、実際そこまで来ると、もっと300GMT 貼ると上限上げてあげるけどどうみたいなメニューが出てくるんですよ。その3万円上げて 20GST 増やしたところでしょうがないし、これ以上なんか投資する気もないのでやんないですけど、まあなんか、まあ事実上自分の中でほぼマックスみたいな状態っていうのが、まあ作れたっていうので、結構 S 国集中いいよっていう話をね、みんなおいでよ S 国って、 B 国もE 国なんていらない、 S 国にみんな帰っといでってカムカムっていうことをね、ちょっとねやってみます、見たよって、やったよっていう話でした。なるほど、要は一国集中ね、はい、そうただね、これね、靴ね、売るとき皆さんお気をつけください。簡単に売れませんなかなかこれくらいで売れるだろうと思って、あのフロア価格とか調べて、同じミントぐらいのやつで最安にやっても、ああ売れない、いつ、運で頑張ってコツコツ下げながら売っていくんですけど、これ結構価格下げながら売るって結構メンタルやられますね。
あ自分がこれくらいで売れると思ったのがどんどん下がっていくと、あれっつって、あ俺の靴そんなにみんなに人気ないのみたいな感じになってくるんで。ですけど、ここでじゃあちょっと靴が値が戻ったらなんていうことは考えないで、どんどん行きましょう。あの靴の値段を戻るっていうのはもう、ないないない。ないですよね。ね、ないです。まあまあ、可能性ゼロかって言われると、絶対にゼロっていうのはないんですけど、99.8% ぐらいないです、ないですね。瞬間的に上がってもまたギュッと戻っていくんで、その瞬間を取る。まあ、ね。それ瞬間ちょっと捉えて難しいから。あとですね、これ、マーケットをいじってる人、誰もコメントも何も見たことないんですけど、あの価格変更ってできるんですけど、なんか実際マーケット行って戻ってみると、変更されてなかったり、自分の靴がなんか一緒に見えなくなったりとか、なんかサーバー上にタスクが並んでるんですよ。おかしいので。それが数時間とか数分かかっちゃうのかなっていうので、ただね、一回取り下げてもう一回アップってやると早かったんで。あ、これ、でもね、前ね、あのアプリの中でもね、価格変更したら変更が反映されるの遅かったですよ。あ、そうでした、そうだった、取り下げて上げ直した方が早かった。じゃあそれはずっと昔から変わってないのかもしれないですね。今のあの変なブラウザー版じゃなくて、アプリの中で完結してた時代でもそうです。だってね、ちょっと売る方はね、この辺お気をつけください。なんか値段変えたから、なんか自分も値段変わってると思って油断してると実は変わってなくて、なかなか売れないってことあります。あとね、ちょうどね、自分がその、売ったりやんない やってる最中に、ね、SDG、上がっちゃったんで、ソラナの送金住まいとかが発生したりしてたんですけど、まあただね、いつものことなんでソラナの場合は、そういうチャンスやピンチの時こそ詰まるので、まあまあ、みんな入り口どうなったら、そうなんですよ。特にね、B 国ではなかなかそうなんですけど、みんな来ないでよみたいな、そんな感じになるんで、なんか上がった上がった、靴買えとかっていう時に、入り口狭いから、みんなって、今回だって本当に半日とか1日ぐらい送金が止まっちゃってたんで、詰まってたんで、もうマーケット見ると、あ、靴安い、今買いたいっていう状態だったのに、いつまでもお金がつかないっていうのがありましたけどね。まあ、諦めてください。そういう国でございますんでね。はい。ということでした。ね。そうやって、私は、S 国オンリーの人になっておりますっていうので、よろしくお願いしますっていう話でした。一つ質問していいですか？はい、何でしょうか。S 国オンリーっていうことは、サル国の次の国が出てきたら、エナジー共有ないまんまですよ。はい、そうですね。まあ、1エナジーは共有されますけど、それはいいんですか？まあ、どうなんですか。もう、ステップにそんな、そこまでのエネルギーは。もう、さあ、次回予告。先ほどもちょっとね。はい、次回予告。コメントの中でもありましたけども、Excel で、デイトレ発注する企画指導しますと。もうこれはどういうことですか？Excel で仮想通貨の価格取ってきてたり、はいはい、やってましたね。あれを、まあ、Excel で、まあ、1行で、この株、この何銘柄とかっていう、ポンとボタンを押したら、こう、行くっていう。なるほどですね。まあ、エクセル表をみんなで作って、デイトレ発注してみませんかみたいな。なるほどですね。こう、ボラ、ね、値動きが激しいやつ、IPO セカンダリー、場中急騰、場中急落、をこの辺を検知して、狙ってね、エクセルからババッと発注するっていうのは、やったらどう、っていう話ですね。はい、それのエクセル作りをやってみませんか。なるほどですね。ぜひぜひ、ちょっとやってみましょうか。はい。はい、それではお楽しみにって。ね、はい、とね、こういう企画、ぜひこっちの企画もってあるね、こういう企画もとかね、はい、またコメントいただけたらどんどんね、やっぱり皆さん。ゆる稼ぎするためにいろいろ皆さんで考えですね、企画を決めて。これもね、なんかガチ稼ぎと匂いするけど、実はゆる稼ぎなんですよね。ゆる稼ぎですよ。ガチ稼ぎっていうのはね、皆さん勘違いしてるかもしれないですけど、まず確実に期待値がある状態でロットを上げないと、なんか期待値もないのにロット上げてやられていく人ってたくさんいるんですよ。本当勝てる、あ、これ6回や、10回やったら6回勝てるな、
4回やられるけど6回勝てるなって分かって初めてロットを上げるのに、うん、もうみんな最初からロット上げて、うん、あなんか3勝7敗やられたみたいになった。うん、まあまあまあ。だからそういうんじゃなくて、まずゆる稼ぎしてこれいけるって待ったらベットする、うん、ああ、そしたらガチにいってもいいよっていうことですね。はい、うん、こんな発注の仕方うん、できる Excel あるといいねみたいなのをちょっとあると、うん、ちょっとコメントいただく。ああ、なるほどね。はい、企画に載せたいかな。はい、了解でございます。はい、じゃあ今日の ところはここまで。また次回お会いしましょう。はい、バイバイ、はい、バイ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 。